後半戦は京都サウスベアーズのキックオフで試合開始という形になります。ノービスのリターン、京都サウスベアーズのキックオフで後半戦開始となります。キックオフしますのはサウスベアーズ3番の山本です。対しましてノービスリターナーには8番と18番が入りました。失礼しました、6番ですね。6番の岸田と18番の山口が入っております。さあリターンどちらに行ったか、ナイスリターン。ここでノービス、まず早速策を講じました。キャッチしましたリターナーがここで交錯するリバースプレーを展開するというフェイクを投じまして、相手ディフェンスを裏付け合いにリターナー6番右奥に展開。これは構想し自陣41ヤード間の攻撃を位置を得ております。さあ絶好の位置を得ましてのノービスの最初の後半戦の最初のシーズン、ボールを自陣41ヤードからファーストダウン10、最初のファーストダウン10の攻撃です。さあここで中央のランプレーを投じました。しかしここにサウスベアーズ8番が立ちはだかります。ランニングバック47番上田将来、中央のランプレーで1ヤードのゲイン。しかしここは京都サウスベアーズ、ランバーター8番上山陽平がタックルし、キャリア47番は上山仕留めました。8番は上山です。岸も同じ名字の選手がここで双方火花を散らしました。ノービスセカンドダウン9、ここで左に展開したランニングバック29番へのフレアパス。ノービスランニングバック、左に展開したランニングバックにキャッチアンドラン図らせるというプレーでしたが、しかしここでノービスディフェンスに殺到し、ノービスパスは成功しましたが、京都サウスベアーズラインバッカー20番福西翔太のタックルにより、仕留めましたのはサウスベアーズ20番の福西でした。4ヤードのロス。ノービスサードダウン13の状況。ノービスサードダウン、ファーストダウン獲得まで13ヤード。パス不成功、インコンプリート。クォーターバック15番ハンドオフウェイからパスを投じようとしましたが、ディフェンス陣が殺到、仕留められかけましたが、それをクリアできなんとかパスを投じました。このパス通るかと思われましたが、しかしサウスベアーズこれをパスカット、パス不成功となりフォースダウンに変わります。そうとも素晴らしいプレーを見せてくれました。フォースダウンラストダウン、しかしノービスフォースダウンに変わります。パントフォーメーション、サスペアーズリターンに入る。さあ振り切っている、まだ行く、ナイスリターン。ここで攻守交代、22番素晴らしいステップを打って中央へカットイン。相手ディフェンスを強キャリアにハーフウェイを越えまして、相手陣に入った位置の攻撃を得ます。この位置からサスペアーズの攻撃になります。見事なリターンしましたのはサスペアーズ22番の富田でした。攻撃権は京都サウスベアーズ、敵陣48ヤードからの攻撃開始。48ヤードからファーストダウン、ファーストダウンの攻撃。ここはノービス踏ん張る。先ほどの見事なラン決めました、22番のリターン、ここでランプレーを投入しようとしましたが、ここでノービス50は見事対応し1ヤードロスに変えています。ここはノービス55番の寺前が仕留めました。2ヤード近くロスを出しています。メッセージありがとうございます。ノービス反撃は負けるなというメッセージ、先ほどのこのメッセージに答えるかのような寺前の素晴らしいプレーでした。
サウスベアーズセカンダウンイレブン。パス成功、しかしノーミスをカバー。左に展開したワイドレシーバー9番にパス、これが通りまして約2ヤードほどゲインとなっています。ここでホイッスル。反則が発生しています。このプレーの間に反則があった模様です。現在審判団が協議しております。プレー終了後の反則です。スポーツマンらしからぬ行為、オフェンス。ここでプレー終了後にオフェンスチームに反則がありました。先ほどちょっとサウスベアーズパスは成功していましたが、プレーが終わった後にスポーツマンらしくない行為があったという反則、その行為があったという反則。この反則はパーソナルファウル、非常に重い反則として扱われます。15ヤードの抜体を受けまして、京都サウスベアーズセカンダウンに変わります。京都サウスベアーズ15ヤードを抜体してセカンドダウンの攻撃のやり直しです。京都サウスベアーズ自陣39ヤードからのセカンドダウンの攻撃。ファーストダウン獲得まで23ヤード39ヤードに下がりましたよ。セカンドダウンロング。キュービーサックです。京都サウスベアーズパスを投げ落としましたが、ここでクォーターバック右に展開しパスを投じようとしましたが、そこでノービス5番が殺到しまして、キュービーサックパスを投じる前に仕留め、さらにロスに変えました。見事キュービーサックしましたのはノービス5番の星山です。負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。訂正いたします。先ほどのスポーツマンらしからぬ行為の後の、ダウンはサーブダウンになります。従いまして次のプレーはフォースダウンです。フォースダウンになります。ここで、訂正が入りました。先ほどのアンスポーツマンライフコンダクト、ロスオブダウン、つまりダウンを一つ失う反則も課せられておりました。従いまして先ほどのプレーがサードダウンのプレー、次のダウンはフォースダウン、この次のプレーはフォースダウン、4回目の攻撃に変わります。従いまして試合再開しました状況、サウスベアーズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。
ここで甲州交代。ここで難しいバウンドになる低いバントを取りました。三田ナポレオンなんとか取り返さんというところですが、その際にボールをジャック、青谷そのまま攻撃権を再び失う状況かというところでしたが、リターナー6番見事に抑えまして攻撃権は確保しております。しかし結果的には自陣22、3ヤード付近からの攻撃権確保という形に変わりました。この位置からのサウスベアーズ、ノービスの攻撃に変わります。サウスベアーズここは頭脳的なパントによりまして陣地挽回になりました。ノービス自陣24ヤードからファーストダウン10。ノービス自陣24ヤードからファーストダウン10。QB サーク、クォーターバック54番プレイアクションからパスを投じんと構えましたが、ここに京都サウスベアーズ3番佐藤 QB サークし、山本哲樹がクォーターバックロスに変えています。見事 QB サークしましたがサウスベアーズ3番の山本、7ヤードのロスを奪っています。サウスベアーズセカンドダウン17、ここでランプレーを選択し、しかしこれもサウスベアーズナイスディフェンス。右に展開した47番のスピードを託しましたが、これをサウスベアーズ8番が仕留めています。キャリア47番は上田、仕留めたラインバッカー8番は上山です。タックル2ヤードのロス。ノービス厳しい状況、サードダウン19、ボールオンは自陣15ヤード。ノービスサードダウン、ファーストダウン獲得まで19ヤード。クォーターバック54番、ここでフリックパスをフリックし自らキープ。その総力で状況を打開図り大きくゲインはしましたが、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。11ヤードゲイン、ファーストダウン獲得まで8ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウンです。ノービスフォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイ付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権変わりましてサウスベアーズの攻撃に変わります。また54番富山明夫のパントにより攻撃権は京都サウスベアーズに変わります。京都サウスベアーズ敵陣からのスタートです。敵陣48ヤードからファーストダウン10。京都サウスベアーズ相手陣48ヤードからファーストダウン10。さあヒッチパスから入ります。右に展開していました1番にヒッチパス、1番はレシーバーのトップに対しまして中央切り込み、約5ヤードのゲイン、失礼、約4ヤードのゲインです。パス成功、パスを取りましたが1番の深田、京都サウスベアーズセカンドダウン、サウスベアーズセカンドダウン6、ボールオン相手陣44ヤード。ナイスゲイ、パスター、パス成功、パスター。ここで左に展開した9番にパス、9番キャッチしてタックル受けながらそこからセカンドフォートで攻撃権更新、サイドワインダーサウスベアーズファスター、見事な
タフなキャッチを決めましたのはワイドレシーバー9番の岸でした。約10ヤードを減しファーストダウン獲得。京都サウスペアーズ敵陣34ヤード付近から新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。サウスペアーズ相手陣35ヤードからのファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー、交代。ここで一気にパスにより状況をさらにスメントしたサウスベアーズ。しかしそのパスを取ったのはノーブリス4番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ディフェンスバック4番キングローケーター。見事この攻撃を奪取する形になりました。インターセプトに決めたのはノーブリス4番のキクロ。さあこれが反撃ののろしとなるか。ノービスボールオン自陣13ヤードからのファーストダウン10。さあまずはクォーターバックのランプレー、ハンドオフェイから左オフタックル付近を突こうというところでしたが、これはサウスベアーズ対応します。強いのランプレーを試みましたが、京都サウスベアーズディフェンスの集まりが早く、このプレーでは3ヤードのロス。ノービスセカンダウン13、ボールオンは自陣10ヤード。MM さんはナイスインターセプト、アイブさんはキムノさんはナイス。このメッセージ選手に届くでしょうか。この攻撃注目しましょう。これはタフなランです。ノビスランニングバック47番ハンドフォーケー右オープン展開、ディフェンス陣がタックル殺到する中、これを振りほどき右オープン展開し約3ヤード取り返しております。2ヤードから3ヤードのゲーム。ここでタフなランを決めましたのは47番の上田でした。ノービスサードダウン、ノービスサードダウン10。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでプレーアクションパスを投じました。オープンのランプレーをフェイクし中央切り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしディフェンスカバー厚くパス不成功となっています。ノービスフォースダウン10。ノービスフォースダウン。パントフォーメーションを取ります。リターン入る。しかしこれはノービスもナイスカバー。ここで攻守交代、切り上がりました22番を、しかしノービスしとめました。パンター10番内容継造のパンサウスベアーズは相手陣入ったところからの攻撃と変わります。22番と見た量が約8ヤードリターン。攻撃権は京都サウスベアーズ。攻撃権はサウスベアーズに変わりました。サウスベアーズ相手陣33ヤードからファーストダウン10。京都サウスベアーズ敵陣33ヤードからファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート。まず左右のレシーバーへのヒッチパスをチョイスし、右にいたレシーバー15番にパスを投じましたが、これはパスが上ずりましてパス不成功になっています。サウスベアーズセカンダウンに変わります。
サスベアーズセカンダウンテン。パス成功。パスインコンプリート。クォーターバック17番、今度は奥に走り込んだ1番へパス。1番あわやパスがキャッチできるかという状況を目いっぱい伸ばしましたが、しかしわずかにオーバースロー。パス不成功となりまして、サーダウンに変わります。さあノービスとしては何とかしてここで止めたい。サスベアーズ相手陣33ヤードからサーダウン点。京都サスベアーズサードダウン。クォーターバック17番下がりまして、パスを投じんとしましたが、そこでスクラム中央開かりまして、何によってトップ図らんとしました。しかしこれはノービス対応しフォースダウンに変えます。ここはノービス踏ん張った。サスベアーズフォースダウン10でパントフォーメーションをチョイスします。さあリターン行った、まだ行く、ナイスリターン。ここでコントンサイドパントをサウスベアーズは蹴りましたが、この一瞬の隙を突きましてノーミス。6番がリターン、カバーの隙を突き一気に中央蹴り込み、ハーフウェイ付近まで返しまして攻撃を一応言います。ノーミスハーフウェイからのファーストダウンとなりました。見事なリターンを決めたのはノービス6番の岸田でした。ノービス自陣49ヤードから攻撃開始です。さあ自陣49ヤードの位置、この位置からのノービスファーストアウトテン。さあこのランが出ます。ノービスランニングバック29番西村俊哉のランプレー。左オフガード付近を突破、味方ブロッカー生かし約6ヤードのゲインに変えています。6ヤードのゲイン。キャリア26番が西村でした。ノービスセカンドダウン。さあノービスセカンドダウン4。再び中央へのランプレー、しかしこれはサウスベアーズが見事めます。同じく26番西村のランプレーでしたが、これはサウスベアーズ73番が阻止しています。ここでホイッスル。クォーター対第3クォーター、見事タックルしましたのは73番の川西でした。ここで第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりましてノービス0点、京都サウスベアーズ14点、その差2タッチダウン差という形で最終クォーター第4クォーターに移ります。